ペターを増やして水の王国富山からお電話お待ちしています。毎度ジャーニー MC は僕とマルクと大西優香がダブル MC を務めさせていただきます。よろしくお願いします。そして元気なこのメンバーでお送りしていきたいと思います。おはようございます。元気の表しとかピースなのか。いや元気ですよ。それありがとうございます。じゃあもうね、皆さんもうテーマめっちゃ気になってると思いますんで、もう早速発表しましょう。今回のテーマはこちらです。漫才王2です。じゃあ早速ゲストの方に漫才を披露してもらいましょう。僕たちも客席で見ます。はい、それではゲストの方にネタを見せていただきましょう。よろしくお願いします。お願いします。だいぶ前の漫才王ですけど ね、はあ、まあそうですよ ね、どう考えても錦鯉が出ると思うね。そうか、王者ってか金金の王者はね、錦鯉さんですから ね我々だいぶ前ですけど ね、 いやすいません、よろしくお願いします。10年ぐらい前から来たお持ちください。まあ俺らちっちゃい時ってね、あの近所でひよこ売ってるようなとこってなかった？ああ、夜店とかね。そうそうそう、台所でね、ひよこ可愛いからお父ちゃん買うて言ってもね、なかなかね、お父ちゃんとかはね、こうひよこ買うてくれへんかったよね。そうそうそう、ああいうね、生き物はね、すぐ買ってくれないんですよ。そうやねんね。だからね、ちょっと考えてんけど、そういうね、鳥好きの子供には鳥人っていうのが見えたらええのになと思うね。鳥人、そう、鳥人ってね、こう首から下は人間なんやけど、頭は鳥になったんだよ。で、身なりは英国紳士のこうタキシードみたいな感じで、それが鳥好きの子供のところにやってきて、あの素敵なプレゼントしてくれるわけよ。いや、そんなん子供の前出てきて大丈夫なんだよ。絶対大丈夫やから。じゃあちょっとやってみようか。ほな、鳥好きの子供やっといて、ひよこ買うて言うといて、俺鳥人するからね。うわ、ひよこかわいいな。お父さん、ひよこ買って。君はいい子だね。僕は鳥人だよ。お父さん、どうしたんだい。お父さん、どうしたんだい。どうしたんだよ。君は鳥が好きなんだろ、うん、でもお父さんは買ってくれないんだよね、うん、かわいそうに。じゃあ君にこのお父さんには見えないインコをあげようね。え、じゃあお父さんに内緒で帰るね。うん、君にも見えないから注意するんだよ。見えへんのかい。僕にはぼんやりと見えるんだよ。お前ははっきり見えろよ。鳥目なんだよ。なんやねんそれ。もうええわ、ちょっと女、俺ちょっと代わってやるから、うん、お前子供やっとけ。お父ちゃん、ひよこ買うてよ。これあかんの。え、なんでよ。君は本当に鳥が好きだね。うん、鳥好き。私は鳥人だよ。お父さん、変な気だよ。見てごらん、人間の体に鳥の頭がついてるだろ。変な説明してくるよ。よし、友達になろう。いや、ならへんよお前。他の友達も引いてまうかな。友達の証に、うん、このタキシードの胸元を開いて、人間の体と、うん、鳥の頭のちょうど境目を見せてやろう。いや、そんなとこ一番にしたらあかん。グロテスクやねん。あかんあかん、怖いわお前の。お前子供せ、俺鳥人するわ。お父さん、ひよこ買って。お父さん、うん、焼き鳥のネギマって美味しいね。うわ、共食いしてる。うん、君にこの残ったネギをあげよう。いらんわ、お前鶏肉しか食わんのかい。いや、手前のネギは食べたんだよ。どうでもええわ、子供やっとけ。お父ちゃん、ひよこ買ってあかんの。君は本当に鳥が好きだで。お父さん、また来たよ。私は鳥人だよ。鳥人や言うてるよ。お父さんは呼んでも来やしないよ。もう魔王みたいなこと言うてるやん。シューベルトの魔王やん。お父さん、お父さんのやつやねんか。お前、君のクラスに転入することにしたよ。いや、やめてくれやん。他の友達引いてまうから。出席番号は何番だと思う？何番やねん。チキン何番だよ。いや、しょうもないやん。ええねん、子供せよお前。お父さん、ひよこ買って。お父さん、鳥人だね。だねってなんやねん。同じ感出すな。見てこれ、人間の胴体に鶏の頭と全く同じサイズのものがついてるだろ。え、ちっちゃ。そんなバランス悪いの。これが鳥人の姿なんだよ。なんなんこれ。君にいいこと教えてあげようね。いいこと。私が先日畑でイチジクの実をついていた時に、僕に気づいた愚かな人間どもは僕のくちばしを縄で縛ったんだよ。僕はその縄を手で取ったんだよ。手があるからね。お父さん、手があるから取れるよね。スポーンスポーンスポーンだよね。こうやったら抜けるよね。すぐ抜けるよね。人間は蝶々結びが好きだ。蝶々結びだったら引っ張れば抜けるよね。引っ張るだけで取れるよね。目やにをあげよう。いらんや。子供やっとけよ。ああ、鳥か、もうええわ、なんか怖いわ。君は本当に鳥が好きだね。お父さん、やっぱり来たよ。君は大空を自由に飛びたくはないか。あ、空を飛びたい、うん。だったら私に捕まるといい。やったやった。飛べやしないけどね。いや、飛ばれへんのかよ。
ここしか鳥じゃないから。うわ、ほんまや。見たらすぐ分かるわ。ここは人間だから。こんなもん飛べるわけないがな、俺。これが逆の、こっちが人間でこっちが鳥の人鳥だったらよかった。いや、逆は人鳥って言うんだ。ええわ、お前、子供せえ。お父さん、ひよこ買って。うわ、来た来た。鳥新一だよ。なんやその名前。よく見てほら、森新一の胴体に鳥の頭がついてるだろ。なんでそんなことなの。これが鳥新一の姿だよ。森新一どうなったの。森新一の頭は新沼健二の胴体につけてあるのさ。ややこしい。新沼健二どうなったの。新沼の頭は鳥につけてあるのさ。新沼が一番かわいそうだ。いやでも新沼は鳥好きだからそれで安心なのさ。鳩いっぱい飼ってたけどさあ、新沼陣取りをあげよう。いやいやいや、でもやってけ。ああ、どうじゃ、ひよこ、もうええねんけどな、ひよこ。お待たせしたね。お待たせ言うてる来たよ。手羽新一だよ。ね、手羽新一だよ。千葉新一さんみたいな勝手になっとるやん。千葉新一の両腕が手羽先なんだよ。いや、気持ち悪い。もうええわ。どうもじゃあ。ありがとうございました。ということで、本日のゲストは、およそ7年半ぶり、お笑い飯のお二人でーす。おー、2度目。はい。です。皆さんどうでしたか、漫才。いや、面白かった。めちゃくちゃ面白かったですよね。でも、新沼健二とか言われても分かんないでしょ。ピンとこないですね。正直ピンとは来てなかった。世代がね。こういうネタってどうやって考えてるんですか。これはまあね、なんかこんなんせえへんって僕は提案して、で、まあ、それで喋ってみようかみたいな感じで。お二人で作られてる。そうですね。とりあえずだからもう題材僕がこう言って、あの西田君もそれで喋りたいってなったら、まあ、喋って作るみたいな感じ。書いてとかじゃないんですか。書いてとかじゃなくて、とりあえず喋ってみるみたいな。一回やってみて、できそうならちょっとちゃんと作り出すみたいな。すごっ。とりあえず試してみるんですね、一回。そうそう。一回僕テレビでセクシーゾーンの勝利君と、うん、あ、そうあの3日間ずっとね、もう泊まり込みで、あの勝利君にツッコミの強化合宿みたいな、やりました、やりました。その時の内容すごい。ナダルの家でやったんです。そうそう、すごい。ナダルの布団使って言ったら、それだけは嫌だって言ってました。ナダルだけは嫌だって言ってましたけど、ナダルの風呂もだいぶ気味悪かった。なんでそうツッコミを鍛えるっていう、なんか24時間テレビで MC 任されるから、そう、あの MC するんやったらツッコミ力っていうの必要やから、なるほど。俺らがそうです、3日間ずっとボケ続けるみたいな。うわ、3日間ずっと。じゃあそうやって今こうやって MC やらせてもらってるから、僕らもねやりたいですよね、3日間泊まり。3日間だからね、ナダルさんの家に。ナダルさんの家が絶対嫌ですね。絶対嫌です。笑い飯さんはナダルさんに引っかかってる。今回いろんなコラボ企画とかで、はいはいはい、ちょっと盛り上がっていきたいなと思いますんで、はいはいはい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは毎度ジャーニースタート。結構なんかなーなーで。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。フランスベッドから介護の新しい形、マルチポジションベッド。マルポジ？おー、すごいすごいすごい。椅子になるんだ。ベッドが椅子になって、さらに立ち上がりまでできるから。自分で立てるんだ。すごいな、これ。乗り移り楽。あ、介助も楽。マルチポジションベッド、介護保険も使えます。フランスベッドが介護の未来へ立ち上がりました。江戸の昔、龍角散は秋田で生まれた。この豊かな大地で今、秋田のハーブ入ってますね。龍角散ののどすっきり飴。暮らしを変える、人生を楽しむ、出会いがここにある。最大で最高ジャパンキャンピングカーショー開幕、2月幕張メッセ。本日のゲストは M1 グランプリ2010王者、笑い飯のお二人です。よろしくお願いします。
僕たちもですねちょっと関西ジャニーズジュニアっていうことなんで、はい、ちょっとコンサートとかそれこそこの番組とか、まあ、他のバラエティ番組でももちろんそうですけど、はい、漫才を披露したりとかすることがあるんですよ、はい、なんでもうせっかく M1 王者に来ていただいてるので、はい、ちょっと皆さんちょっと時間が許す限り質問とかさせていただいてもいいですかね。ぜひ。じゃあ早速いいですか。ちょ、はい、笑い飯さんってその先も見させていただいたんですけど、はいはい、そのボケとツッコミが途中で入れ替わったりする芸風でやってはるじゃないですか。そういうのってどういうところから浮かんだのかなと思って。あもうこれはでもね普通になんかそんなことして遊んでた感じなんですよ。もともと別のコンビやってでほぼ同時期にお互いの相方が辞めてで、2人残ったんでどっちもまあボケやってたんですけど、そう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 、まあ一回やろうかみたいなの、うん、コンビ解散した同期やったんで、はい、で一回やろうかって言ったけどどっちもボケやからあれどうしようかみたいなあれあれみたいなあれいやボケやりたいけどボケやりたいけどみたいな、ほんなまあ順番にやろうかみたいな、でもなんか普段からそんなにしてねなんか交互にボケて遊んでたんで、うん、なんかあのマイハニーっていうねあの芸人の人がおって、はい、でそれをなんかマッハリンっていう言い方したりとかして一回こっちがボケたら次こっちボケてみたいなね、だから遊びで要素を交互にボケてたんですよ。だから暗黙の一回交代っていうのはもうその時から、あそう、自然に生まれた、ちょっとごめんなさいね、うん、そう例えで出すにしてもマイハニーなんか何でマイハニーなんか誰も知らんマイクバギーとか言うとったやん、いや例えで出すにしてもマイハニーは誰も知らんよなあ、漏れへんからよく考えたらだって学校とかで、うんね、友達とお互いがボケたりしますもんね、そうそうそう、そんな感じになりますから、そうそうそう、あの笑い飯さんってあのコンビ名が笑いと飯のガッチャンコで、はいはいはい、なんかめっちゃなんかハッピーな感じじゃないですか、そうやってよかったなんかコンビ名っていうのはどういう経緯で決まったんですか。あ確かに、そうですね、だから最初はだからコンビ名別になかったんですけど、 なんかこう M1 やったっけ、あれなんかこうプロフィール出さなあかんの、いやまあオーディションやね、オーディションか、そう吉本のオーディションにパッてまあ行ったんですよね、はい、でその時にそれまではもうなんかあの別々のコンビやった時の名前を勝手に言ってたんですよ、だからコンビ名ないぐらいな感じやったんですよ。あなるほど、即席で組んでるやりやから、でオーディション受けるってなった時に、まあ、コンビ名をまあ提出せなあかんってなって、で一回、まあ、僕のコンビ西田君のコンビで千鳥の3組が仲良くて、でその3組で、あの笑い飯ライブっていうのをやったんですよ、はい、でその笑い飯ライブってやった時のその笑い飯って響きなんかおもろかったなみたいになったから、じゃあそれ書いとこうかって言ってそれを提出したんですよ。すごい、ライブ名やったライブ名が、たまになんかね、笑いで飯を食べていくというなんか願いが込められているとかってねウィキペディアとかに書かれたりしてたんですけど、そんなかっこいい理由ちゃうねん、でもないねん、お二人で決められたわけでもない、あのもうやめてしまったけど僕の元相方がつけたライブ名、笑いなんとかっていうライブ名にしたいなみたいに言ったらね、その人が笑い飯って言ったから、あ、それ面白いですねみたいな、結構なんかなーなーでここまでなー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 優勝は最初の方はすごい、膝、腰、肩の辛い関節の痛み、いろいろ試してみたけどしっくりこないあなたへ、痛む関節に飲んで効く医薬品良心 JV 錠、良心 JV 錠は関節が痛む方のために、医薬品有効成分の配合量にこだわりました。痛む神経に作用する成分は薬として認められる最小量のなんと20倍、神経の機能回復に役立つ2つの成分も10倍、そして25倍、最小量と比べると大きな差があるんです。服用は1日1回、痛む神経に働きかける医薬品良心 JV 錠、初回に限り半額の2090円の特別価格、お申し込みは0120-123-700-123-700、富山でお電話お待ちしております。本日のゲストは M1 グランプリ2010王者笑い飯のお二人、興味津々なメンバーを代表してアンビシャス岡くんがズバッと質問。僕
M1 がすごい好きで、あのこういう前ジャニさんで、あの漫才を披露させてもらうときに、うん、M1 全部見たんですよ。そこで2002年の時に多分初めて出た時に、はい、すごい衝撃が走っちゃって自分の中で。あれだいぶ幼かったでしょ。そう。そこであの気になったんですけど、今の現在の M1 とかって見られたりするんですか？いや見てます見てます、はい。もちろん見てます、はい。今回のについてどう？今回の切り込みな、ね、はい。でも面白かったですけどね。その僕はですけど、なんかあのランジャタイとか。あの辺がもともと知ってたんで、あれをだからその松本さんとかが上沼さんが見てどう思わはるんやろとワクワクしてたんで、だからあのランジャタイがムーンウォークとかしてる時、上沼さんポンと映ったりしてこんな顔したんだそれ込みで面白かったけどね。ほんでまあね、優勝があの錦鯉、うん、でもやっぱりそのまあまあ、なんか良かったなというか、いろいろ苦労してはったんで、うん、で面白かったし、だ かわいそうなのが、オズワルドかなっていうか、1本目がだいぶ良かっただけにね、はい、その本人らもなんか1本目終わった時は優勝したするんちゃうかって思ってたらしいけど、なんかやってる途中からあ、ちょっと優勝ないかもって思い出した、感覚的にあったりするんですか、出場されてる時に。あでも、としてあでもこれは優勝するかもっていう時とかもあったりしたよ。でもネタが終わったら感じ、その反応とかを見て感じるんですか？いやでも やってる時、あ時にも最中に、手応えとか、うん、今来てるなみたいなのね。すごい。それってやっぱり芸人さんやったらその見てても分かるんですか？なんかあ本人多分あ今ので点上行ったっていうの分かってんなっていうのはある、そまた違った見方できて面白いですよね。まあ、錦鯉さんやったらあれちゃいます、その猿をね捕まえなあかんっていうネタで、で猿が森に逃げたんだよって言って、あのじゃあそれでいいじゃねえかっていうところでドーンって来て、あここ行けたみたいな、多分確信してはるみたいなのはね勝手に画面越しに思いましたけど。すげえ、めちゃくちゃ考察されるんです。いやいやいや、でもねやっぱり、順番大きいっすよね。やっぱりその手順ってすごい大きいなってなって、今あのえみくじっていうシステムなんですけどね、あのえみくじっていうのがまあ順番こうパッてこう決まるって。ただでもあれ神社に行ってご祈祷してもうたあのくじなんですよね。そうだからもう順番神がかってるんですよ。そうなんですよ。だから多分神さんがもう錦鯉さんもうここらであんたら年やからここらで優勝しようみたいな風にもね考えて面白いですよ。めっちゃ神聖だもん。でもやっぱり錦鯉さんやっぱりちょっとね、抜けてはったっていうか、やっぱりアホ力がやっぱりね今回いい感じで見えました。そうだから賢力とアホ力があると思うんやけど、錦鯉さんのアホ力がやっぱりねいい感じでなんか出てたんちゃうかなと思う。でもやっぱりその哲夫さんなんか漫才の審査員って感じしますもんね。いや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 、やってますもんね今のコメントとかも。いやいやいや、ザ・ W のねちょっと審査員やらしてもうたりして、で僕は最後小田上田ってコーラに入れたんですけどね、すごい世間でなんかねにぎわってましたよね。なんであれを優勝さすんだいうすごいにぎわってましたよ。それなんか見る時のポイントあるんですか？やっぱりチェックポイント、あ気になる、自分の中で決めてるこれは絶対にいるなっていうチェックポイントってあるんですか？もうね特にねザ・ダブルってめっちゃ難しいんですよ、はい、割とね異種格闘技みたいなところがあって、みんな面白いコーラがやっぱり最終的に残ってくるから、だからやっぱり最後も僕の中で同点とかになってたんですよね。で同点でだからどこかで決めなあかんというので言ったら、やっぱり尻上がりでこう笑かしてくれた子みたいなにちょっとだけ、まあ、あのポイントを、みんながみんなそうじゃないでしょ。いやだからそれがいいと思うんですよ。審査員ってこういろいろね、そのおのおのの感覚の審査基準持ってるから、はい、だから何人かいてはったらそれがまあ平均とってこう1位みたいな感じでね、はい、決められてんのかなっていうのがありますけど。あと僕このゲストに西田さんが来るにあたってちょっと YouTube ちょっと見させてもらったんですよ。なんで池行こうと思ったんですか？どういうこと、どういうこと？なんか平方でしたっけ、はいはいはい、池に入ってなんか生き物を取るみたいな。平方高校の生物飼育部っていう部活のコーラと川で魚を取って網持ってめっちゃ薄くないいやこれはねでもお前趣味というか
そんなんしてたんですよ、ちっちゃい時、近くの川とか田んぼとかで。でなんか去年やったかなんか、なんか吉本の社員がなんか YouTube しませんかって言われて、で別に YouTube する気なかったんやけど、その川で魚取ったりとかザリガニとか取ってたら完全に今それ一人でやってたら不審者やからちょっと挑発で、そう挑発でな、だから一人ではまあできひんと、うん、だから YouTube やったらもうほんなら、あそうか撮ってくれるやつおるし何人かで行くことになるか、あほんならやったら別に行けるかと思ってあじゃあ YouTube でそれしようかっ て、 言ってあ行きたかったのを YouTube 通してできるようになった。そうそうそう、この年で川探ってたあれやもんね、なんかすごい事件を動かしてやるから凶器を探してるみたいな見えます。確か俺ここに捨てたよなみたいな。一人でやると多分警察が来て職務質問されるからというので、 YouTube でやらせてもらってます。保身のための YouTube やったね。いやまあだからああいう生き物は好きでね元からだ。ああなるほど。それで言うと哲夫さんも農業をされてるって話。いやありがとうございます。実家が農家で、はい、そうなんですよね。今までもずっと手伝いとかでねいろいろやってたんですけど、最近そのまあ家の人がねその。お父さんとかねおじいさんとかすごい高齢になってきたから、はいはい、で、まあ、僕がね一応任されてやってるみたいな感じで、大学の講師とかもされてますそうそうそう、そう客員教授みたいなのねやらしもってて、なんかこういや今だからね自分で数えたらあのね6足のわらじ履いてんなと思って、すごい、そう6足のわらじ履いてたんですよ。だからほんまこの漫才とか芸人の仕事をさせてもってて、で仏教好きやから仏教の仕事させてもっててね、で農業もやってて、で花火好きだから花火解説とかもやってるんですよ。でそれ客員教授とかで教育のこともやらし持ってて、はい、で6足目なんかいるなと思って、でいよいよあのわらじを編み出したんですよ。わらじ編みをしだして、わらじ編みが6足目、わらじはそうですそうです、なんかねわら細工みたいなのがねできたらええかなと思って、なんか講習会やってるんですよ僕最近ね、あのしめ縄教室っていうのそうなんですよ、お正月用のしめ縄すごっ、わらじ作れるけどしめ縄とかもねあの受けるんでできるんで、はい、しめ縄教室やってますよ。そんなみんなしめ縄作りたいんですこんなん失礼ですけど、だから今密になったらあかんから、その教室に20名様限定で募集したらしいんですよ、はい、だそこに120人応募が、はい、すごい、そんな人がってこれはもういろいろ本当に若い人から、ほんま、の10代20代はいんのその。いや10代20代はさすがにいない。そうやろ。30代からぐらいかな。何でも仕事にしてくれるんですよ。そうか、で仕事にならんかったら YouTube 始めて。そうそう。みたいなカラクリかな。カラクリそうか。正門くんがカラクリに気づいたところで今週はここまで。未確認人物じゃないかい。次回はなんと関西ジュニアの新たなツッコミ担当を決定。やらしさがすごい。笑い飯のお二人にツッコみまくります。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。こわばるリウマチが、ピリピリ神経痛も、ズキズキ腰痛も、あ、いいかも。その秘密はキャップ一杯お風呂に入れるだけ。痛みに芯から効く医薬部外品の入浴剤エチュー富山の常備浴、まずは初回限定価格をご用意しました。痛みの主な原因、それは冷えからくる血流の悪化。そこで医薬部外品常備浴は10種類の生薬とハーブを厳選配合、さらに抗炎症作用のある有効成分をプラス。温浴効果を高め血流を促進することで痛みに芯から効く。肌触りにもこだわり、北アルプスの温泉水を使用しました。とろみ感が出る生薬湯だから全身隅々まで保温保湿、乾燥する冬のお風呂上がり1時間でも温かさとお肌しっとりが続く。だから冷え性や乾燥によるかゆみにも効果を発揮。リラックス効果を高める柑橘の爽やかな香りと体がほぐれる気持ちよさはまるで温泉。越中富山の医薬部外品常備浴、お風呂に浸かるだけで痛みに効く。
さらに冬の肌トラブルにも効く。実感いただきたいからサンプルではなく本商品3960円が初めての方に限りなんと半額の1980円。1980円。お申し込みは0120-026-123 026-123 お風呂123。今から30分間オペレーターを増やして富山でお電話お待ちしております。最初は自由に行きましょうよ。最後までそのテンション保ってね。ちゃんと誰に今日はニーブラするかな。あら誰だけなかったみたいな。おいおいおい、誰だけなかったみたいな。あまり行かなかったみたいな。おーでしょ。おーなんですか。仕上がってますよ。仕上がってますよ。弱ってるんですか。どうなんですかね、それは。じゃあ早速ですが、はい、今日のテーマ発表しちゃいます、はい、今回のテーマはこちら。話題の美女ということでね。なかなかストレートな。じゃあ ね、ゲストをお呼びしましょう、はい、今回のゲストはこの方です。ドン。よろしくお願いします。今回のゲストはモデルタレントとして人気急上昇中の大石恵里さんです。お願いします。今回のゲストはモデル・タレントとして活躍する大石恵里さん。数々のセキュラ発言で注目を集めるまさに話題の美女。本日はそんな大石恵里さんに迫ります。はい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 。いやー翔さんどうですか、話題の美女に会った感想は。クレオパトラの次ぐらいの美女さん。知らないクレオパトラ。クレオパトラには負けたようで。見すぎだよ。でも次すごいっすよ。すごい今お忙しいんじゃないですか。いやいや全然そんなこと。皆さんの方が忙しいんじゃないですか。そうですね。いや見せやすいよ。カルシムから釣れました。はい、すいません、こんなメンバーなんですよ僕ら。いやいや今日頑張ってついてきてください。はい、頑張ります。今日はね、話題の美女大石恵里さんの素顔に迫っていきたいと思います、はい、それではマイドジャーニースタート。大石さんといえばね、はい、最近何かとね話題の方ですが、はい、そもそもねデビューのきっかけは何だったんでしょう。なるほど。私は、中学生の時に友達の面接についていったんですよ。で外で BS のゲームして待ってたんですよ。でそしたらなんか寒いから入ればみたいな感じで言ってもらって、でそっからなんかそういう流れになったんです。いやもう、嘘でしょ。そんな本当よくありがちな、あります。ゲームね。その一緒に受けた友達ってどうなったんですか。あ、その子は入んなかったんだけど、なんかすごい頭のいい大学校に入って、それはそれで充実してそうです。結構複雑ですね。でも全然今でも仲よく、はい、事務所に入る時って、はい、あの周りの反応とかってどんなんだったんですか。あ、家族とかそういうことですか。はい、そうです。すっごい反対されました。なんか幼稚園からずっと同じ学校に通ってて、でそれをやめなくちゃいけなかったんですよ。芸能活動ができなくて、だからすごい反対されたんですけど、なんかまあお母さんだけは唯一ちょっと応援してくれたかなっていう感じ。エスカレーターの学校だったんですよね。そうそうそうなんです、うん、いやいや。お嬢様。お嬢さんなんですか。そんなことないんですけど。お前ちゃんとそれ隠さなかんやろ。隠せてない、隠せてない。見えてるよ。こっちね、うん、コロ持ってるかとかちょっと気になっちゃう。本番にこれにはうるさいもん。これにはうるさいもん。ほんまに結構みんなのね興味が湧いたところでね、大石さんのね、はい、素顔に迫っていきたいと思います、はいはい、素顔ってことはすっぴんを見るということですか。いやそういう素顔じゃないです。外見じゃない。外見じゃない。経歴とかね見ていきたいと思います。まずね一つ目はこちら。アメリカと日本を行き来ということでね。冬と夏はお父さんが滞在してるネバダっていうところに行ってて、それが小学校大体3年生から中1の初めくらいまでだったかなで行ってたんですよ。でも日本の学校に一応通ってたんですけど。そうなんです。どんぐらいの頻度で行き来してたんですか。
冬と夏です。あ、そうか。冬と夏にアメリカと。そうです。もう丸々ですか。冬休みと夏休みです。結構その後も留学とかされてるんですね。あ、そうです。中3の時にニュージーランドに行って、高校卒業した後にまたロンドンに行ってます。イギリスの。おお、うん、その経験は今に生かしてるしてるんですか。うん、そうですね。なんか例えば世界に友達が作れたりとか、一人でこういろんなとこに行っても、まあ、ある程度別に困らないとかはありますかね。え、ということは英語ペラペラってことですか。まあ、まあまあです。まだ私も全然勉強してますけど。あ、実はですね、はい、あのここに平野くんという方がいまして、はい、いやもうすごいんですよ。頭の方はね、ちょっとまああれなんですけど、まあ最近英語にハマってるらしくて、いやいや、ちょっとねその成功ちょっと見たいんで、はい、あの英語でなんか話しかけてもらっていいですかね。じゃあ平野くんに。そう、いや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 、はい、ショー、ペーってなる、ペーってなる。 I'm Mary. My favorite food is cheese and chocolate. And what about you? バルバッコ、バルバッコ。チーズケーキ。 No, just cheese. あ、just cheese. Have a nice day. 良い日を、良い日を過ごしてください。チーズとチョコレートが好きって言ったんですよ。あ、マイフェイバリットフード。あなたはどうですかって、あなたはどうですかって言ってて、あなたはハバナイスデーって言ってて、良い日を過ごしてください。過ごしてる一日が大事ね。結局何が好きなの。英語で言ってない。My? My? You are? My like food?I like? My like food? I like? 英語にしてる。主語。頑張って頑張って。あ、いやいやいや、チキン。チキン。お、チキン。こんがり。ジューシー。こんがり。ファイヤーチキン。ファイヤーチキン。フライドチキンやろ。フライドチキン。ファイヤーチキンって何やねん。ファイヤーチキン。平野くんが失礼しました。これからの勉強させますので、まあ、私も頑張ります。でもそんな大石さんですが、はい、アメリカンスクールに通ってるんですよね。そうなんです。大学がアメリカンスクールで、あ、今ですか。そうです。今今年入ったんですよ。アメリカの学校と。そう。え、 JD や。 JD 女子大生。初めて聞いたそれ。 JD や。 JD。仕事との両立とかってやっぱ大変なんですか。あ、でも宿題の量がすっごい多いんですよ。でもう5時間分ぐらい宿題が出るんですよ1日。1日ですか。そうだから、たまにもう寝る時間ないみたいな時もたまにあります。いや無理やな。続いてのね、大石さんの経歴を見ていきましょう、はいはいはい、こちらです。モデルとして大活躍。おお、モデル。いやもう女性の憧れ、憧れ。女性の憧れね、はい、東京ガールズコレクションやね、ガールズアワードなど数々のねファッションショーに出演されていますが、モデルには昔から興味があったんですか。私小学校3年生ぐらいの時にニコラっていう雑誌を読んでたんですよ。知ってます。知ってる。おばあちゃん読んでた気がする。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、ファンキーやな。アクションの風習か。ニコラ、おばあちゃんがニコラやんでた。え、絶対でも違いますよね。違うんちゃう。それやっぱそのファッションショーって歩くじゃないですか、はい、一番なんか気をつけてることとかありますか。気をつけてることは、私なんか顔がこういうふうに前に出ちゃうんですよ。あ、だからそれをこう出ないようには気をつけてます。顔が後ろにこうなる。あ、なるほど。ちょっと上半身をなんていうんだろう、こう奥に立つみたいな。あ、なるほどね。こういうふうに立った方がなんか歩いてる時に綺麗に映るかなっていう感じはありますね。奥のジャニーさんだ。いやいやいや、ちゃうちゃうちゃう、ジャニーさん怖いよ。やめなさい。なんか得意なポーズとかあるんですか。得意なっていうか、私なんかくるってトップで回るのが好きです。え、トップで回る。回る。トップ回る。一回やってもらってもいいですか。一回で。え、じゃあちょっとみんなでやる。恥ずかしいんで。みんなでやる。一回でやる。一回でやる。一回でやる。こう歩けばいいですか。ここ三つとしましょう。わかりました。三つになりましょうか。起きなさい。あの踏まれるってことやろ。はいはい。限界やないか。ぜひ踏まれた。やめろ。捕まらんといてな。はい、じゃあちょっと簡単に。はい。こう歩いてここでこういうふうに回るのが好きなの。ああ、こういうことですか。結構ね。じゃあ皆さんやってみますか。ちょっと。ひらっとね。モデルとして数々のビッグステージを経験してきた大石恵里さん。ここからはマイジャニメンバーと夢のコラボショーです。
マイジャニガールズコレクションファッションショースタート。自己満コーナーやね。こんなガールズコレクションやったらあのお客さん全員買って帰ってまう。出てちゃうもんな。ちょっと勉強しよう。勉強しようやこれは。まあモデルとしてもね今見たように大活躍の大石さんですが、はいはい、なんとねもう一つすごい才能をお持ちなんですよ。それがこちらです。お、絶対音感。出た。出た絶対。出た絶対。すごい。絶対音感ってなよく聞くけどなんかその。実際そうですね、よくわからないですよね。なんか耳で聞いた音を楽器とか例えばドレミファソラシドで表現することを絶対音感って言うみたいなんですけど、私もよくわかってないんですよ。すごいな。例えばなんだろう、こう音楽が流れてきたりとかしたら、あこれはこの音だなっていうのは分かる。これとかわかります？それは音じゃないです。やっぱこのピアノもしてたんですか？ピアノは3歳からやってて、でもね、俺もピアノ習い始めたいんですよね。お今から？そう、今一回レッスン行ってん、ほんまに。あ、ピアノの。そう。どうだった？手応えは。アンパンマンの歌弾いてた。20歳がアンパンマン。いや、ほんまに、あ、ほんまにそっから入らせ。めっちゃ可愛いやん。ただね、話を聞いただけじゃね、本当にね。はい、まだやっぱできるかわからないので、はいはいはい、ちょっとこんなものを用意しました。こんなものですか？お願いします。はい、で、おい、あれあれあれ、岡田 AD じゃないやんか。あれあれ誰か肩が出てるの？ピアノを運んできてくれたのは関西ジャニーズジュニアの小芝莉久くんと河北翔くん。今回のマイジャにどうしても出演したかったという2人、果たしてその理由とは？どうしたんですか、ちょっとちびっこちゃんたち。あ、ちびっこちゃんたちどうしたの？いや、今日はここにめっちゃ綺麗なお姉さんが来るって聞いたんで来ちゃいました。かわいい、はい、僕もお手伝いが ね、したいなと思ったんで来ました。ありがとう。かわいいな。かわいいですね。かわいい。こんな、かわいい、こんな息子が欲しいな。じゃあ、ね、じゃあメンバーも増えたところで、はい、ここからはね、はいはい、大石さんにね本当に絶対音感があるのかをねちょっと検証させていただきたいと思います。はい、ということで大石さんの絶対音感を検証。ある曲を聴いてもらい、それを即興で演奏してもらいます。やらせは一切ありません。最初の曲はこちらです。はい、それではお願いします。はい、同時に4本ぐらい弾いてる。両手使うってすごいです。まだあるんですよ、曲のチョイス。曲、じゃあ次の曲も行ってみましょう。次の曲はこちらです。お、曲チョイスミスってない？これいける、これいける。多分いきます。はい、すごい。じゃあラストの曲です、どうぞ。はい、やっぱり夕方時期を狙う。いけるこれ、日曜やね。眠たくなる。どういうの？はい、
けるよ。え、もういいの？この辺かな。あれ？あ、でもすごいですよね。すごいわ。すごいですよね。初めて聞いたんですよ。最初を弾いて、ターンだけ弾くのやめてください、一回。え？最初の、ターンだけ弾くのやめてください。モデル、タレントとして活躍する話題の美女、大石恵里さん。英会話や絶対音感など多彩な特技を持つ大石さんに最後に質問タイム。するとそこへ、僕らも入れてください。おい、また来たの。また来たの。また来たの。来たの。君ら来ちゃったの。はい、僕らね、これからはショータイム以外にもトーク力を身につけたいと思いまして、ちょっと大石さんとトークしたいなと思いまして、はい、ぜひぜひ。はい、それに大石さんとも仲良くなりたいんで、よろしくお願いします。かわいい。お願いします。じゃあいいよ、質問ある。あ、じゃあ、はい、川北くん。大石さんは見ての通り美しいじゃないですか。大石さんの美しさの秘訣を教えてください。美しいやって。11歳が聞くことじゃないね。すごいわ。なんだろう、でも最近ハマってるのは、お風呂上がりに体を拭く前にボディオイルを塗るんですよ。でそれから体を拭いてクリームを塗ると、次の日の朝起きてもまだ肌がしっとりしてて、すごいおすすめです。お母さんに伝えときます。かわいい。まあ、どうでいくとかあるな。あ、はい、体を動かすことって美しさを保つ上で必要だと思いますか？はい、思います。運動してる人って表情とかも生き生きしてくると思うんですよ。あ、運動とか普段からされてるんですか？ジムが大好きで。ジム。そう、週に3回ぐらいジムに行きます。食事の面でも気を使っていることはありますか？お食事は、私アメリカみたいな食事で太りそうなものが大好きなんですよ。だからちょっと大変。食べ過ぎたなって思ったらのご飯を抜いたりとか、あとはランニングする時間を延ばしたり、あと大好きなコーラをやめたりとか。あ、ストイックっすね。だいぶ。お母さんに教えたりや。あ、はい。なんか最後の方はね、ちょっとちびっこジュニアに持っていかれた気持ちも。そんなことないっすよ。そんなことないですよ。どうでしょう、本日は。いや、なんかみんなすっごい仲が良くて、なんかもうあのカメラが回ってない時でも、もうすっごい仲良しなんですよ。いや、そんなことないですよ。否定が早いわ。否定が早いわ。本当仲良しで、だからなんか私も楽しかったです。その仲間にちょっと入れてもらえたような感じで。ありがとうございました。僕らもね、大石さんに負けないように頑張りましょうよ。本日のゲストは話題の美女、大石恵里さんでした。ありがとうございました。今週も先週に引き続き昭和名曲メドレーをお届けします。まずはお祭り忍者。わっしょいわっしょいわっしょい。ケーキをつけろケーキをつけろ、塩まいておくれ塩まいておくれ。わっしょい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 。銀キラ銀に輝いています。それでは聴いてください。銀キラ銀にさりげなく、銀キラ銀にさりげなく、そいつが俺のやり方。銀キラ銀にさりげなく、さりげなく生きるだけさ。今から僕たちの大先輩少年隊さんの仮面舞踏会を歌わせていただきます。 Thank you。
から歌っちゃいますよ。 100% そうかもね。かもねかもね恋かもね、見たりやっちゃうかもね。かもねかもねそうかもね、癖になっちゃうかもね。ベビーバンバンバン今夜決めなきゃ。ベビーバンバンバンただの友達。僕は渋垣隊さんが好きです。いや大好きです。いや愛しています。ナイナイシックスティーン聞いてください。笑わせるセックス箱にラブレターなんて乙女チックな漫画でもまず見当たらないね。ジタバタするなよ。世紀末が来るで欲しけりゃ今すぐつがりつけ。